エルアヘドレスした、エルアヘドレシスタとは、レオナルド・トーレス・ケベードが1912年に発明したチェスのオートマタである。1914年にパリ大学で公開されて評判を呼び、1915年11月6日には、サイエンティフィック・アメリカン誌から、トーレスと脅威の自動装置として、初めて大々的に取り上げられた。エルアヘドレシスタは、チェスボードの下に備えた、 電磁石を利用して3種類のコマで自動でエンドゲームを行う装置であり、キングとルークを動かして人間のプレイヤーが操るキングにチェックメイトをかけることができた。この装置は史上初のコンピュータゲームと考えられている。エル・アヘドレシスタは必ず相手をチェックメイトすることができた。とはいえそのアルゴリズムはシンプルであったため最小限の手数で チェックメイトをかけることはできず、また50テルールによるドローも回避することはできなかった。また、相手が禁じ手を刺した場合は、それを判定して、シグナルを発した。アンリ・ビニューロンによりその内部構造が公開された。レオナルドの息子ゴンザーロは1920年にエル・アヘドレシスタを改良して、ボードの下のマグネットによりコマを動かす、自動チェス装置を製作した。 21世紀においても両機は遊戯が可能であり、マドリードの交通、運が公安技術学校に展示されている。人間がチェスの駒を操作するトルコ人やアジーブとは異なり、誘導なしにチェスをプレイするという意味で、エル・アヘドレシスタは純粋なオートマータということができる。ありがとうございます。